リンリン、ハロー、パラレル、リニバラレルのリントです。はい、本日はね、サナちゃんのご飯動画プラス、このね、脱皮側がやっと撮れたので、そちらを見ていこうかなというところです。いや、ちょうどね、この子、一緒にお風呂入っていたらですね、脱皮してまして、ちょっと抜かせていただきました。まだちょっと濡れてるんだけどね、尻尾の方。これ、お腹のところかな。これもお腹と背中のところかな。これはほぼほぼ背中の部分ですね。これ顎のところだね。はい。で、あともう一個が、サナちゃんの頭。サナちゃんの頭。ここが、目ね。サナちゃんと一緒に、サナちゃんも一緒に出ておいてから。サナちゃんの頭の脱皮側、はい、こんな感じ。ここがね、ペロッと抜けた感じです。でね、ちょっとお腹も空いてそうだったんで、餌もね、あげていきたいなってところ。いやー、前にね、あげた動画ですけれども、サナちゃんがね、手からご飯食べてくれるっていうのは結構好評で、TikTok にもあげたし、ちょっとショートは Twitter とかにもあげたんだけど、それもね、結構好評でした。セーブシシバナヘビがね、あ、手の上から飯なんて食べるんだねっていうところで、いや、すごい綺麗に剥けたね。ただね、ちょっと濡れててね、ところどころペロペリペリというか、一本脱ぎにはならなかったので、ちょっとそこが残念ですね。全然なんかうまくいくと一本脱ぎしたのが取れるっていうふうには聞いたんですけど、お風呂入ってる時に取れちゃったんで、一本脱ぎではございません。なんかこれサムネになりそうだな。よいしょ、サムネになりそうだな。こうしておいたらいいかな。お、良い感じではないか、これ。うん、この綺麗な、これ財布に入れとこうかな。あ、でもこの頭も一緒に入れておきたいな。私カードをやるので、カードのスリーブのね、余ってるやつにこれをこうスッと刺して、ちょっと財布とかに入れとこうかな。生でそのまま入れとくのはなんかちぎれちゃいそうで。はい。で、ここからは、餌やり動画が映ります。小さなマウスが映りますので、嫌な方はこの辺りで動画を閉じてください。はい、言いましたよ。多分ね、食べると思うんだ。ちょっとこっちには置いてあるから、こうして。で、今日は手の上でね、乗せながら食べさせたいのと、今までピンセットでネズミちゃん持ってたんだけど、ちょっと手でこうやってクッて前にやって食べさせようかなと思っております。なんかね、私はの話なんですけども、こうやってサナちゃんと触れ合ってご飯食べさせているうちに、私はね、ちょっとマウスに慣れてきましたね。抵抗感はなくなってきました。この子の、だってご飯なんだ。この子はね、そういう風な形で生きている子たちなので、仕方ないじゃないですか、食べるんだもんだって。ということでね、慣れてきました。あと、そう、このハンカチ可愛くない？ただのね、ハンカチなんだけど、見て、ここにウサギちゃん映ってるの可愛くない？ね、可愛いでしょ。手に乗せなくても、これでも全然可愛いな。こういうサムネイルでも可愛いな。ほら、ちょっと綺麗に並べてみようかな。ちょっと綺麗に並べてみた。これいいんじゃない？ちょっと脱皮側の方にはピントが合わないけど。あ、両方ともピント合う角度あったね。あ、これいいね。で、この辺りにこうタイトルがね、多分こんな感じでサムネイルになってると思います。はい。では、こっから、餌やりしていきたいと思います。おとなしいね、本当に、やっぱりね。はい。ここからマウスが映りますので、ご了承ください。では、3、2、1。はい、どうぞ。
ご飯よ。今日いらない？いる日？はい。今日いらない日かもしれない。この感じ。あ、今日いらない日かも。お腹いっぱい？これ。食べるときもうね、この時点で食べるね。あ、今日いらない日かも。もう一個の方もちょっとあるから、ちょっと食べるかとかやってみる？食べる日だったらもうこの時点でパクっていくんだけど、避けるね。ちょっとスパン短いから食べないかい？これ。食べるときはもうこの時点でパクっていくんだけど、今日は食わないかも。これ食べてごらん。うん、お腹空いてないみたい。これ。お、食べない。これ、どう？シュリ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 。あ、いらないみたい。あら、珍しい。いらないみたい。あらあら、そういう日もあるのね。まああるよね。ヘビちゃんは特にそういうの多いですからね。あらあら、今日いらないみたい。ただマウスが映っただけになりました。まあ拒食してるわけではないので、4日前ぐらいには食べてるのかな。うん、1週間空けてもいいのかも、本当にこの子は。うん、まあこの間うんちしてたしね。って考えるとまあそんなもんか。ああ、どっち行くの？はい、はい、ということでね、今日は脱皮の皮と、餌やりをしようと思ったんだけど、まさかの餌は今日いらないって。うん、いらないって。そういう日もあるんだね。まああるよね。うん。OK。この解凍してしまったマウスに関しては、うちに食べる子がね、一応サバンナモニターが食べますから、サバンナモニターにでもあげようかなと思います。ちょっと2匹解凍しちゃったんだけどね。こっからまた冷凍するのはちょっとあれなんで。あと脱皮したばっかりだから、あんた綺麗だね、ほんとに。ほら、すっごい綺麗。めちゃめちゃ綺麗。ほんとこんだけ触っても怒んないの、あんた特殊だよね。なかなか見ないよ、こんなベタベタ触ってて大丈夫なヘビ。結構嫌がられるんだもんね、普通ね。まあ本来ね、ベタベタ触るような生き物じゃないからね、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、あんたは特別にベタベタ触っても大丈夫だね。はい、ということで、ございました。よろしければね、高評価、チャンネル登録、そしてツイッターのフォローなどなどよろしくお願いいたします。この動画以外にもね、たくさん過去に動画上がっておりますので、ぜひそちらも見てみてください。また、これからもね、毎日動画上がっていきますので、よかったらそちらもね、今後見ていってくださるとありがたく思います。ということで本日は以上です。以上、リントとサナちゃんでした。では次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。